は東京湾ぐるっと周遊クルーズで高速ジェット船に乗ってきました。前回乗った時は曇りでしたが、今回は晴れていました。コースは竹芝桟橋から乗船しまして、矢印の方向に進んでいきます。羽田空港や東京湾アクアラインなど見えます。今回は右側に乗れたので右側の風景が見えます。本当はチャプターで今どこを通ってるのかあると見やすいと思いますが、海上なので GPS がうまく拾ってくれないのでチャプターはないです。長い動画になりますが、ガイドもきちんと聞こえますので楽しんでいただければと思います。では出発進行。出す
力で浮き上がり、水中には前後の翼を残して、皆さんの座っている船体は完全に水面から浮き上がり、最高時速80キロで快適に運航してまいりますので、どうぞお楽しみにしていてください。それでは間もなくテイクオフとなります。進行方
方向左手にもコンテナクト見えてまいりました。こちらは青木コンテナクトです。こちらは24時間稼働しているコンテナクトで、先ほど大糸にもありましたガントリークレーン、こちらは9機ございます。
たしました那覇行きの ANA 飛行機ご覧いただけました。この後本線は右回りに回転をいたします。ただいま前方には羽田空港の D 滑走路、そして右手のお客様には羽田空港の C 滑走路、そしてターミナルご覧いただいております。右回転いたしまして、左手のお客様にはまず羽田空港の D 滑走路が見えてまいります。本日 D 滑走路からの離陸の様子たくさんご覧いただけそうでございます。お写真などぜひお楽しみください。
行方向右手のお客様にもう一つ工場の風景のようなものがご覧いただいているかと思いますが、こちらは君津の製鉄所でございます。
行方向右手には先ほどもご案内いたしました製鉄所、日本製鉄東日本製鉄所君津地区がご覧いただけます。昭和40年に作られたこの君津の製鉄所は東京ドーム220個分の敷地を持ち、自動車や鉄道、建築物、船に使われる鋼材や鋼管、板など世界中で使われる鉄製品を作り出しております。それでは本線はアクアブリッジの下を通過いたします。
しました。左手に埋め立て地がご覧いただけます。こちらは中央防波堤です。皆様覚えておりますでしょうか。一番最初に中央防波堤コンテナントというところを通りましたけれども、ちょうどその裏側の位置に当たります。ここでは23区で出たゴミの最終処分が行われております。1日に約3900トンのゴミが埋め立てられています。この埋め立て地、どこの区に属するかを協議し、最終的に江東区海の森地区が 80% と、大田区令和島が 20% となっております。さあ、そして正面のモニターには東京ゲートブリッジ、そしてその奥に東京のビル群がご覧いただけます。でこのゲートブリッジ、今年2月で開通10周年を迎えました。ゲートブリッジの右手は江東区若洲、左手が江東区海の森地区です。この橋は水面からの高さ54メートル、橋の一番高いところで87メートルで、船が通れるように水面からの高さを確保しながら、上空は羽田空港への進入路に当たるため高さを低くしておりますので、このように恐竜が向かい合っているような得意な形状をしております。皆様
ートベルトのご着用をお願いいたします。さあ、左手に海の森公園ご覧いただいております。この海の森公園、東京オリンピックでは総合馬術クロスカントリーとカヌースプリント、ボート競技の会場にもなりました。左手前方に大きな青と白のブロックご覧いただけるかと思います。門のような形をしているブロックです。こちらは
てのお客様にご覧いただきました日本丸が停泊しておりまして、ちょうど現在給油を行っているようです。隣には赤い給油を行う船が来ております。チェックしてまたご乗船いただければと思います。まもなく
芝客船ターミナル内ショップ竹芝と案内所で購入できますので、ぜひこちらもお立ち寄りください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。動画の感想などコメント欄で教えてください。こちらの動画もご覧ください。次回の動画でお会いしましょう。